八幡浜第一防空壕。太平洋戦争開戦前の1941年、昭和16年2月に完成したこの防空壕は四国で最初の本格的な防空壕で、近くの梅美人酒造の上田梅一氏が資金を工面し、共和会によって建設されました。現在は地元の有志、幸い会が管理を行い、保存状況も良好で、幸い会の方に言えば中を見せていただくこともできます。防空壕はコンクリート造りで、入り口は東と西に一つずつあります。内部は全長約15メートルのこの直径で、約50人から100人が避難できる設計となっており、トイレや洗面所も備え付けられています。八幡浜は大規模な空襲こそ受けませんでしたが、それでも何度かは市民が避難場所として活用したそうです。そして、実はこの防空壕、不思議なことに終戦と同時に人々から忘れ去られることとなります。戦後すぐに防空壕前に貝ボタン工場が建築され、稼働していましたが、2001年、平成13年に工場が閉鎖され、それに伴い工場は解体され更地に。壕の前に積み上げられていた山のような廃棄貝殻を片付けたところ、この防空壕が現れたそうです。なんと、半世紀以上もの間、誰も入ることなく、静かに眠り続けていたのです。その後、二度と戦争を起こさないため、防空壕を通じて、今の子供たちに戦争のことを伝えたいと、幸い会の方々が立ち上がり、管理しています。八幡浜第一防空壕について、川原パティシエ医療観光専門学校声優タレント科の中原由紀奈がご案内させていただきました。